どうも、とつかです。今、肥前鹿島駅来てます。これから長崎駅に向かいたいと思います。やべえ、嵐の前の静けさだ。明日台風来るんですよね、本当に。で、ちょっと強行突破で、ちょっと今から長崎駅に向かいたいと思います。特急かもめ1号です。肥前鹿島を出ますと次は諫早に停まります。よし。着きましたね。今日は指定席にまず座っていきたいと思います。この動画は肥前鹿島から長崎にまで、この動画は、肥前鹿島から長崎までという動画で撮っていきたいと思います。紹介をしたいと思います。ミナパーナ家は、全部で言って60編成の、80編成があります。基本長崎本線で走ってるのはこの70編成ですね。で、海洋とかでも日輪シーバイエットで走るのはこの上の60編成、また上にまた別のがあります。80編成繁忙期に長崎本線で走ることが多いです。一番前にはグリーン車、デラックスグリーン、グリーン車、グリーン個室があります。で、次が2号車ですね。2号車から先が指定席ですね。で、4号車は、半分が個室になっています。で、6号車から7号車は自由席となっています。これで紹介終わりたいと思います。もうすぐ佐渡信号車に着きます。ここは海岸沿いずっと行く感じで動くので、ちょっとぐるーっと回ってます。で、今カーブに差し掛かっています。ここに普通列車止まってます。ここが佐渡信号場です。そこ特別所パスだね。今日はちょっと台風の特別演説と、結構接近してるんですけど、こちらの計画運休にならないので、ちょっと取り切ってます。ちょっとあっち普通列車発車しましたね。ちょっと多分取れたかどうか、今ものが分かってきました。今は特別車庫区間といい、事故とか起きたりしたらそこ整備するから、これ以上のスピードを出してくれないので、このスピード出してこれ以上スピードを出したら、ちょっと線路が傷むからという感じで、特別車庫区間というのが設けられています。今佐渡信号場出て、まだ佐賀県ですね。おお、なんかこれ崩れてドワーッて電車を行かれたらちょっとやばいかも。海直撃っすよ。海落ちるもんだって。そしたら特
別情報機関は、あ、まあ、ちょっと言い忘れてましたけど、特別情報機関は、まあ、車両編成が全部通り抜けるまでスピードは上げれません。もうここに階段があるね。知らない。どっかで聞いたことあるな。いたら向こう綺麗に映るんですけどね、今日映りませんね。まあ天気とあとまあ風ですね、条件が。にあったのかな、まあ、詳しい情報はちょっと忘れましたけど、まあ、ちょっと覚えてる人ちょっとできたら、まあ、コメント欄に書いてお願いします。なんかすぐ近くが交番の思っ、信号停車です。まもなく発車をいたします。上駅では、まあ、運転停車ということです。うん、ここは長崎県に多分発車いたします。列車が動きますのでご注意ください。上駅のすぐ、まあ、長崎方向向いて左側は、まあ、今問題になっている、まあ、キロ人脈東都の大津方面、長与経由普通列車の長崎行きは8時20分、同じく2番乗り場。大村線を通ります。大村、竹松、川棚方面、普通列車の佐世保行きは7時56分、3番乗り場から発車いたします。島原鉄道ご利用のお客様はお乗り換えです。お降りの際は車内に傘などお忘れ物、落とし物がございませんようお手回り品を今一度ご確認ください。また座席前のミニポケットをご利用のお客様は切符の取り忘れにご注意ください。まもなく諫早に着きます。いいえ、まあもうすぐ諫早ですね。まあ、本日は大村線等には行かないので、まあ、このまま長崎まで乗っていきたいと思います。本当に嵐の前の静けさ、結構人少ないですもんね、いつもだとパンパンな方が、まあ、こういうのも運転してるんでしょうけど、本当に
工事中ですね。すごいな、なんか作ってるよ。出るかな。あ、マンションか。マンションっぽいですね。で、ここが駅ビルか。駅ちょっと、はい、気づきます。12となりましたね。よし、島鉄、島鉄乗ってみてえな。二重フェンスなんだ。さあ、早く着きました。 JR 九州をご利用ください。もうすぐ浦上駅に着きます。浦上を出ますと、もう終点高崎です。お降りの際はお忘れ物のないようにご支度ください。座席のミニポケットをご利用のお客様は切符の取り忘れにご注意ください。浦上を出ますと、次は終点長崎です。下は長崎市電が走ってますね。浦上、 After leaving 浦上 we will be arriving at the Nagasaki terminal. Thank you.折り口は右側です。一番乗り場に着きます。広くドアと足元にご注意ください。乗り換えのご案内をいたします。西浦上道の方面長与経由普通列車の廃棄行きは8時15分、来ましたホーム向かい側2番乗り場から発車いたします。今工事中なので伏線での行き来ができないです。降りの際車内に傘などお忘れ物、落とし物がございませんようお手回り品を今一度ご確認ください。座席前のミニポケットをご利用のお客様は切符の取り忘れにご注意ください。まもなく浦上に着きます。ただいま浦上です。浦上を出ますと、次は終点長崎に停まります。発車いたします。閉まるドアにご注意ください。こういう感じでなんか飛行機が来ますね。あ、距離行きます行くだろ。落ちちゃった。どうせこの後も行ってくると思います。JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく終点長崎です。お降りの際はお忘れ物のないようにご支度ください。座席のミニポケットをご利用のお客様は切符の取り忘れにご注意ください。本日は特急かもめ1号をご利用くださいましてありがとうございます。またのご利用をお待ちしております。 Ladies and gentlemen, thank you for using JR 九州 Railways. We will soon be arriving at the Nagasaki Terminal. Thank you for traveling with us.本当ここで何つぼしか多分機関車の入れ替えするのかなと思います。ご乗車ありがとうございます。まもなく終点長崎に着きます。
降り口は右側です。5番乗り場に着きます。開くドアと足元にご注意ください。降りの際、車内にお忘れ物、落とし物がございませんよう、棚の中、座席の周り、帽子掛けなど、いま一度ご確認ください。また、座席前のミニポケットをご利用のお客様は、いつも乗り忘れに十分ご注意ください。今日忘れ物ないっすね。今日も JR 九州特急かもめ1号をご利用くださいましてありがとうございます。終点の長崎に降り口は右側です。開くドアと足元にご注意ください。なお列車終点長崎駅到着後、折り返し列車準備のためお客様ご来場と一旦ドアが閉まります。お客様の引き続きのご乗車はできませんのでご注意ください。終点長崎に着きます。3両 YC1 って3両ですね。その頃これが多いです。あ、トップナンバー YC のトップナンバーです。はい、ご視聴ありがとうございました。